タジアムの埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。北澤さん、ディエゴ・アルマンド・マラドーナですよ。この試合なんといっても彼に注目ですよね。いや、ディエゴですよ、マラドーナですよ。もはや説明不要の真のスーパーさでしたね。彼の世界一のドリブルが見られるかと思うとワクワクしますよね、はい、彼がボールを持つと本当にファールでもしなければ止められないんじゃないかなと思いますけどもね、そうなんですよね。世界一のサッカー選手の憧れの的なんじゃないかなと思いますよね。そうですね、今日は彼から目が離せません。菅沼、13分が経過、前半です。矢島、マラドーナ、自分で行く、よーった、上げてくる、打った、スーパー、ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミングシュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあガンバ先制1対0です。決まるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたね。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。1点スタートって一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね、はい、メンディーから長いボール縦へ上がっていく右サイド、さあつながるか、さあデビューさん、長いボール縦へ、さあカウンターを仕掛けます。ベッケンバウアー、流れを止めます。ラッシュフォード、中央へ切り込む、プラタ、カット、抜いた、アデミウソ、しかしこれよく止めましたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく止めましたね。ここをかわしたアデミウソ、マラドーナから大きく縦、出口、山口、ラッシュフォード、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。さあ同点のまま後半を終えています。ここまでいかがでしょう。今の段階よかどうか、その中でこういった形で序盤をこの試合に後半に挑めるかですね。前半は1対1の同点で終了しています。さあ後半です。ガンバとしては今足りないのはゴール前にいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうね。マレマルクから左へ、グッティ、シュート、
山口、柴本、井出口へ、ベッケンバーはオジェソク、長いボールを送ります。マラドーナからアデミンソン、このパス、さあシュートレンジだ。矢島へのボール、柴本、絶好の位置で受ける。旗が上がっています。オフサイドです。マラドーナ、ミゲル・マナス、ダッシュフォード、もうこれいいですよ。さあロベルト・フィルミノ、コース空いた、フリーだ、シュート、守護神触る、これよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。好セーブを見せました。今日これが初めてのコーナーキックです。このボールはつながりません。これはファールではなかったようです。さあ一気にカウンター、狙った、倒した、ディフェンスをものともしません。マラドーナ、マラドーナからターテへのボール、ここはルーズボール、スルーパスを狙う、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。さあ左へ預けて、ベッケンバーはここはカットします。ルーズボール、スルーパス来たか、おっとシュート、シリーグ縦へのボール、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。
ガンバ奪い返します。ベッケンバウアー、ベッケンバウアーからアデミウソン、アデミウソンから右サイド裏へ届くか。おいい形じゃないですか。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。1対1引き分けです。両チームよく戦いました。さあ北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。当然決着はつけたかったんでしょうけども、お互いに譲りませんでしたよね。内容を見てもそれぞれチャンスはありましたから、この引き分けは悔しいでしょうね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。1点ずつ入れ合って1対1引き分けに終わっています。